レコーディングもツアーも全部中止にしたいって、そんなこと急に言われても。牧野がどうしてもできないと言ってるんです。こちら小峰陽子さんです。フランスで記者さんやってらっしゃいます。本当にうっとりしました。実は舞台の上からお誘いしてたんです。パリひどいことになってるわね。陽子さん無事を祈ってます。連絡できなくてごめんなさい。もし陽子さんが地球のどこかで死んだって聞いたら僕も死ぬよ。私結婚するの。だから止めに来た。彼女にはフィアンセがいます。男人に惹かれてね。理由はなかろうもん。全てが終わったら日本に行きます。私の人生の目的は牧野なんです。出会ってしまったからその事実をなかったことにできる。マチネの終わりに。